枯れておる《そうかまた奴が来たのだな》《地下の竜脈を荒らし》 いたずらに大地の木を吸い上げるという邪仙。その名も銅仙。この銅天福の地に来たばかりか、私の大切な盆栽の盆松五郎までからしよって。己許さんぞ銅仙。この雷管、直々に成敗してくれるわ。その頃。銅仙様 この岩が固くてこれ以上掘り進めないんですけど。ええ、また俺かよ。先日で穴掘るの疲れるんだよな。はぁ。ちょっと、前回のやる気はどうしたのよ。なんて銅線様だ。支店席を設置し兵を出すのだ銅線を逃がすなは 読者様にゲームを分かってもらういい機会なんだから頑張らなくっちゃはいはいじゃあこれやったら今日の仕事終わりにしようぜ休んでばかりのくせにはっよしこれで帰れるな、はい どうも、サタンファンセンクス支部の者ですが、カオスシードのご案内に来ました。へ <laughs> っおはっ貴様ー流脈を荒らすばかりか人の家の地下にまで穴を掘る悪行残埋許さんぞ動船皆の者かかれおあ、おはあ、待て待て待て待ってください。確かに彼は新米で今みたいなミスもしますけど、 上に穴掘ったり大地を守るための銅線がわざわざ龍目を荒らすわけありませんどうだか痛い,いけな戦時をこき使っているという噂は本当らしいがなひでえ鬼だなお前ら銅線が大地のために働いているという証拠でも見せるかももちろんですそれくらいねえ俺 証拠だってよ大丈夫かなダメダメあの銅線様ろくに修行もしてないしあんなんじゃゲームの主役なんて無理だよなプレイヤーもついてきてくれないよな悪人とまで言われてるしなあいつら言いたいこと言いやがってせっかくページもらってるんだからしっかりね仕方ないこんなにゃやけたみなさん この瓦礫にご注目くださいキャーク貴様それはライカン様の盆栽この土に、先端を添え水をかきますと、あら不思議この通り元気になりましたーダ<メ>当然だろ、この衛生仙人が捕まえろおお素晴らしい松五郎 松五郎が生き返るとは道仙殿そなたの草木をいたわる心この来館感服いたしましたぞおおう今後とも道天福の地を守るためご助力ください <laughs> これぐらい道線の力を持ってすれば絶やすい。 ほんどれ、銅線今すぐ成敗してくれるえへへへ感服したっつったじゃん黙れじゃせんもう一回直すから許して人間と同線の相互理解に一歩遠のいた一日であった。